はい、皆さんこんばんは、鉄道総合館です。本日は勝田駅7時20分発の特急ひたち2号の品川行きに乗車する予定だったんですが、残念ながら乗り遅れてしまいました。特急ひたち2号の特急券ですね、今手元にあるんですけれども、後続の特急ワゴンに乗車できるのかどうかがわからないので、確認のため1回駅員さんに聞いてみました。土浦、牛久、龍ヶ崎市、上野、東京、終点、品川です。果たして乗り遅れた場合にこの列車にそのまま乗車していいのか、駅員さんに確認してみましたので、その時の映像をご覧ください。ではどうぞ。一応確認で、これが、はいはい、あの割引が入ってない日立2号の切符なんですけど、そうですね、これは通常のお値段になるので、乗り遅れてしまっても後の電車の空いてるお席が座れるんで、次でしたら39分に時はがございますので、はい、そちらのまあ、お席探していただければ、はいはい、そのまま乗ってもらって、車掌が赤いランプが空席なので、はい、そこのお席座ってもらって、車掌回ってきた時にこちらの切符を一緒に見せてもらえれば、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、はい、ということで、特ダネ等の割引が入っている切符以外の特急券に関しては、後続の空いてる席を利用することができます。特急日立や特急ワゴンであれば、この赤いランプの席であれば乗車することができるようになっております。この列車は特急ときわ62号品川行きです。次は友部に停車いたします。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Tokiwa Limited Express bound for Shinagawa. The next stop will be Tomobe. Thank you.座っていると車掌さんから声がかけられるはずです。その時には特急券をお見せした上で乗り遅れた旨を伝えれば、そのまま乗車させていただけます。
ただですね、これちょっと問題点がありまして、今さっき座ってた席がこれオレンジ色のランプ、黄色のランプになってるんですけども、黄色のランプが点灯すると間もなくご予約いただいた席、お客様がいらっしゃるので、まあ、席をお譲りくださいっていうふうに、まあ、よくアナウンスが流れております。なのでこの乗り遅れた場合ですね、空席利用している場合は、自分の席が黄色のランプになった場合には席を移動する必要がありますのでご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急ときわ62号品川行きです。途中上野東京に停車いたします。グリーン車は5号車です。はい、ということでなんとか上野駅に到着できました。もともと乗る予定だった次の快速アーバンも、まあ、後続の列車でも間に合ったので良かったです。皆さんも乗り遅れにはご注意ください。この動画が役に立った方、いいねと思った方は高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to seeing you again.